はい、今日の一品です。今日は鮭の切り身が一切れと卵とツナ缶しか冷蔵庫に見当たらなかったので、手間でごまかせ弁当です。まずは鮭をオーブンで焼いている間に卵と青のり、塩、砂糖を入れて溶いていきます。これをいつも通り卵焼きにしていきますね。これで今度は縦にして卵の形を整えていきます。今度は海苔を細長く100均で買ったサイコロおにぎりを作る機械と同じ幅にカットしていきます。はい、そしてこの前教わったコンビニのツナマヨレシピ、ツナとマヨネーズとケチャップをお皿を汚さないようにもう缶のままいきましょう。はい、これですね。これにサイコロおにぎりの型にご飯を入れて一気に3つのサイコロおにぎりができます。まずは海苔を これに海苔を巻いて、最初はツナからいきましょう。次は卵をまたサイコロ状に切って幅を確かめてからカットしていきます。これは失礼しました。2つ重ねるようにして海苔を巻いていきます。はい、先ほどオーブンで焼いておいた鮭を今度はほぐして、骨を取り除いてほぐし身に、そしてネギを、刻みネギを混ぜてマヨネーズで和えていきます。これはちょっと海苔を高めにカットして、具が乗りやすいようにしていきますよ。この上に乗せていきます。Okay.
い、ご飯の上に詰めたら、あとはお弁当箱に詰めて冷食を一品、イカ天を詰めて完成です。具がなかったら手間でごまかせ弁当、お弁当にどうぞ。